ありがとうございます。おしどりまこちゃんのパンフレットもぜひお手に取って読んでみてください。ありがとうございます。全国比例は政党名ではなくおしどりまこと名前を書いて投票いただくことをお願いいたします。おしどりまこです。おしどりまこどうぞよろしくお願いいたします。7月21日投開票の参議院議員選挙全国比例で立候補しましたおしどりまこです。おしどりまこちゃんが今日は皆様にご挨拶させていただきます。はい、おしどりまこちゃんお待たせいたしました。それではおしどりまこです。よろしくお願いします。まこちゃん、ありがとうございます。皆さんこんにちは。こんにちは。おしどりまこと申します。おしどりまこです。芸人ですが原発事故の取材を8年続け、今年全国比例で参議院議員選挙に立憲民主党から全国比例で立候補しました、おしどりまこと申します。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。なんで芸人が取材を始めたか、今日古い演芸作家の先生も来てくださったのでちょこっとだけ話をします。お願いします。私はもともと大阪にいまして、大阪吉本にいました。師匠が横山ホットブラザーズといい、弟子になった時に愛し恋しという先生に預けられました。恋し先生です。漫才を始めた頃、古い師匠方についた私は第二次世界大戦の時の戦争中の漫才を習いました。おしどりまこと申します。おしどりまこです。戦争中国策漫才といいまして、お国のためにみんなで戦争を頑張ろう、天皇陛下のために頑張ろう、そういう漫才を戦争中の師匠方はやってらしたそうです。おしどりまこと申します。おしどりまこです。ありがとうございます。おしどりまこです。で、おしどりまこです。師匠に聞いてみました。戦争中の師匠方はその国策漫才を本当に心から正しいと思ってやっていたのか、それとも国策漫才をやらないと嫌がらせとか圧力を受けるからおかしいなと思いながらやっていたのか、どちらですかと聞いてみました。そうすると小石先生は、芸人は国のために喋るな、目の前のお客様の幸せのために喋れ、そこを間違えたらあかん、そうおっしゃったんです。なので、でもその時私はまさか日本がもう一度戦争中になるような国策漫才をしないといけないような状況になるとは思ってなかったんですけど、すっかり忘れてたんですけど、2011年東日本大震災があって、そして原発事故があって、楽屋で芸人が原発事故の心配の話をしていて、家族や子供を西日本や海外で避難させている時、自主規制ですが舞台では原発と爆発という言葉は一切使うなという指示が出ました。本当は何が起こっているのか、何を喋ることが目の前のお客様の幸せのためになるのか、私は知りたかったので原発事故の取材を始めたんです。おしどりまこと申します。おしどりまこです。ありがとうございます。芸人ですが原発事故の取材を8年続け、今年全国比例で参議院議員選挙に立候補しました、おしどりまこです。芸人のくせに取材をするなんてと言われましたが、でもそれは小石先生の教えに従ったまでなんです。今年芸人ですが選挙に出るなんてと言われていますが、これも小石先生の教えに従ったまでです。原発事故の取材を始めてすぐに吉本から仕事を干されました。闇営業もしてないのに闇営業するより早く一瞬で干されました。予想はついていたことですか、社会の問題に触れると原発の話をすると仕事はなくなるんでしょうか、当たり前に受け入れていいのでしょうか、考え始めました。原発の話でなくても沖縄の辺野古の問題や尖閣諸島の問題や竹島の問題や社会の問題を話すとレギュラーや仕事がなくなった友人や芸人たちもいます。政治の話をすると仕事はなくなるんでしょうか、でも吉本の人間として、去年まで吉本にいた人間として選挙に出るので辞めたんですけど、首相官邸のところに遊びに行ったり、
総理大臣のと一緒にお花見をしたり、そうしても仕事はなくならないんです。仕事がなくなるのは政府を批判したり国策を批判したり、そうすると仕事がなくなるんです。国策漫才をするような世の中なんて来るわけがないと思ってたんですけど、いつの間にかそのような状況になってるのではないかと思います。急に戦争が始まって国策漫才しかできない世の中になるのではなくって、少しずついつの間にか変わっていって、気づいたらいつの間にか国策漫才しかできない状況になってるのではないかと思います。おしどりまこと申します。おしどりまこです。ありがとうございます。芸人ですが、原発事故の取材を8年続け、今年全国比例で参議院議員選挙に立候補しました、おしどりまこです。ありがとうございます。あ、嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。真子さん、もう握手に行きますよ。もうね、ありがとうございます。また真子さんには喋っていただきます。桜木町駅前においでの皆さん、こんにちは。こんにちは。おしどり真子の応援で駆けつけました参議院議員の真山雄一です。ニュースをお伝えしておりました、思いっきりの真山雄一もおしどり真子さんを応援させていただいております。今日は本人が来ました。おしどり真子さんがこの桜木町駅前広場今おります。ぜひ声をかけていってあげてください。全国つつうらうら、あんまりつつうらうらっていうのはね、使わない方がいいかもしれない、安倍さんがよく使う言葉ですけども、全国つつうらうら、おしどり真子さんは選挙運動を続けてまいりました。もうあとわずかです。今週の土曜日まで全力でおしどり真子さんは戦ってまいります。もうおしどり真子さんといえば原発の話です。今日この桜木町広場、こんなにたくさんおしどり真子さんを応援してくれる市民の皆さん集まってくれました。ありがとうございます。実は去年の11月おしどり真子さんが初めて参議院選挙出ようかな、そんなことを発表したときに私の勉強会に呼びました。お呼びしたんです。私も反原発です。原発ゼロをね、大きな声で言うとなかなかね大変なんですよ。いろいろ圧力がかかったり、でもね負けません。私も負けない。おしどり真子さんも負けずに反原発で声を上げてくれた。だから去年の11月私の勉強会に呼びました。その時来た方に、おしどり真子さんって知ってますか聞いたら、出席している人の半分しか手を挙げませんでした。半分知らなかったんですよ。今多分この桜木町駅前広場にいらっしゃる方、おしどり真子、あの真子さんね、皆さんもうご存知だと思います。全国区になりました。おしどり真子、いよいよ全国区であとわずかで挑戦です。ぜひおしどり真子さんを応援してください。全国比例です。とっても難しい選挙です。でもおしどり真子さん、くじけずにやってまいりました。最後の最後まで走り抜けていきますので、ぜひ皆さんのご支援をよろしくお願いいたします。私も芸人ではないですけど、メディアで働いていた。原発ゼロ、なかなか難しいんですよ。実を言うと、私が働いていたメディアの世界、特にテレビ、NHK じゃないです、民放です。民放は皆さんもご存知のように、スポンサーがいます。スポンサーがお金出してくれないと番組ができません。だから、あまりスポンサーの悪口言えない。東京電力、もうお分かりですよね。テレビ局の大スポンサーです。なかなか難しかったです。私も反原発を思いっきり言うことはなかなかできない。でもやはり原発はなくしたい、そんな複雑な思いで私は政治家に転身しました。おしどり真子さんも芸能界、特に芸能界
私も知ってます。政治的な発言をするともうすぐに干されてしまう。でもなぜでしょうか。安倍さんの言うこと聞くと干されないんですよね。安倍さんの言うこと聞いてる人はちゃんと官邸に呼ばれて一緒に食事をしたり写真を撮ったり、そんなこともできます。そして私は安倍さんと食事をしましたみたいなものをネットに上げて自慢をする。でも押戸真子さんが原発反対と言った途端に仕事を干される。これが芸能界です。その芸能界のおかしなことを乗り越えて押戸真子さんは8年前のあの東日本大震災、福島第一原発の事故以来、反原発で大きな声を上げてきました。今が本当に原発をなくすいいチャンスです。ぜひ皆さんと一緒に、押戸真子さん、そして私も一生懸命やります。ぜひ原発のない社会を皆さんと一緒に作っていきたいというふうに思っています。私は先日、福島の統一候補、水野幸子さんという人なんですが、応援に福島行きました。その日のニュース、飯舘村に震災以来、やっと本格的なスーパーマーケットができたというニュースをやってました。8年半経ってやっとですよ。飯舘村にスーパーマーケットができた。そんなことがニュースになってます。本当に東北の福島の被災地の復興は進んでるんでしょうか。とんでもありません。未だに6万人7万人という方が避難を続けている。そしてふるさとに帰りたい人がいるけれども帰れない。一部が解除されてこの4月大熊町浪江町帰りました。でもその人たちの生活どうなってるか、何にもないんですよ。住んでる以外に買い物も不便、学校もない、お医者さんもいない、うっかり病気にもならない、ないない尽くしです。政府はいずれできますのでそれまで待ってください。冗談じゃない。福島のふるさとに帰った人たちにとってはその日からがそこの場所での暮らしです。それができないんです。それが福島の被災地の現状です。そしてそれ以外にもあの汚染水の問題、それから除染をした土の処理の問題、もう問題がいっぱい山積みになってます。汚染水海に流す、とんでもありません。海なんかに流されて、そしてその汚染水が広がる、どんなことになるんでしょうか。除染した土に至っては農地に戻そう、農地に戻そうっていう、そんな話も出てるんです。放射能、もちろん線量は低いかもしれない、でも放射能に汚染された土を畑に戻す、とんでもないことです。今そんなことがどん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 進められている。そしてその一方で止まっていた原発が再稼働を今始めています。すっかり忘れちゃった、ごめんなさい。押戸真子さんが今日来てますよね、思い出したようにごめんなさい。押戸真子さんが今日はこの桜木町駅前広場来てます。手振ってくださいね。はいはい、押戸真子さん来てます。どうか激励してってください。そして私の横にいるのが押戸健でございます。押戸さん、はい、2人で押戸、2話で押戸、押戸さんです。今日は押戸さんが横浜桜木町駅前に来てくれました。ご通行中の皆さん、一声押戸真子に激励の言葉をかけていってください。頑張ってます。もうあとわずか。全国比例は本当に大変ね。ぜひ皆さんのご支援をお願いしたいというふうに思っています。原発福島の話に戻りますけれども、その押戸真子さんは東京電力の記者会見に、あの事故の後、事故の日以来
欠かさず記者会見に出て、この原発の問題を、そして東京電力を追及してきました。これは並大抵の努力じゃないです。私も報道の記者としてさまざまな現場へ行ったり、あるいは記者会見、そうしたものを取材してますけれども、毎回必ず行って記者会見を聞く、そしてその事実に基づいて眞子さんは発言をしている。これは大変なことだと思います。今 SNS、Twitter、Facebook、 いろいろあります。問題になっているのはフェイクニュースです。フェイクニュースね、皆さんも見たことがあるかもしれません。何が本当で何がフェイク、偽なのか嘘なのか、今区別がつかなくなってきている。私はこれは本当に大変なことだと思うし心配です。メディアに働いていた人間としてフェイクニュースかどうかがなかなか私たち判断がすることができなくなってしまった。その時は皆さんどうかネタ元、私たちはネタ元と言います。その発信元が誰か、発信元がどこなのか、これをご自分で必ず確認していただきたい。つまり確かな人が確かな事実を発信しているのか、それを必ず確認していただきたいんです。おしどり眞子さんは自分で見て聞いて取材したものを自分で発信しています。大事なことです。これを8年余り続けてきました。だからこそおしどり眞子さんの反原発は筋金入りです。大変なもんです。ぜひ皆さん、おしどり眞子さんと一緒に反原発の声を上げていただきたい。そしておしどり眞子さんは自分で見た聞いた調べた、そのことを皆さんにお伝えしている。これをぜひ覚えておいていただきたい。フェイクニュースなんかじゃありません。絶対ないです。それを心ない批判もあって眞子さんも、もちろん私も原発ゼロというとそうした意味のない抵抗に遭います。でも負けません。それはやはり何としても私たちの社会から原発をなくしたい。そうですよね、おしどり眞子さん。私たちの暮らしに原発はいりませんよね、眞子さん。いりません。眞子さんもその思いで皆さんに声を上げてきました。もう選挙あと4日後です。5日後です、すみません、ね、5日後。ぜひ反原発、その思いがもし皆さんにあったらおしどり眞子さんに一票を投じていただきたい。もう私たちの暮らしには原発はいらない。今原発は動いていません。東京電力全部原発止まってます。でも皆さんのお宅で電気が何か不便なことありますか？停電してますか？電気が足りないことありますか？足りてますよね。そうなんです、原発動かなくてもいいんです。動かなくたって今自然エネルギー、そして再生可能エネルギーがどん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 増えています。私はこの神奈川県は自慢したいと思ってます。神奈川は、おしどり眞子さんいらっしゃいます、ぜひ握手していってください。おしどり眞子は今日は桜木町駅前、今こちらに来ております。とにかく全国動いてるんで、なかなか桜木町横浜にも来ません。初めてになるのかな、ね、桜木町は初めてです、ね、桜木町初めて。そしておそらくもうこの次選挙終わっちゃいます、来れないですね。どうか桜木町駅前おいでの皆さん、おしどり眞子今日は来ております。ご通行中の皆さん、ぜひおしどり眞子激励をしていっていただきたいと思います。たかが芸人でもされど芸人、原発反対を痩せたら右に出る芸人はいない、おしどり眞子です。今日はおしどり眞子が来ております、よろしくお願いします。私たちの暮らし
いらないじゃないですか、原発なんか。そして私はこの神奈川県、自慢にしたい。自然エネルギーがとっても今どんどん普及しています。ソーラーシェアリングという言葉ご存知ですか。神奈川の使っていない畑や水田の上に太陽光パネルを作る、一石二鳥ですよ。太陽光パネルで電気を起こす、そしてその下の畑でさつまいもを作ったりじゃがいもを作ったり、水田では稲を作る。今こういう試みが神奈川県各地で行われています。そんなに大規模じゃありません。小さいんです。規模は発電量も大したことありません。何十キロワットぐらいです。原発のね、何百分の1ぐらいでもですね、塵も積もれば山となる。小さな電力をいっぱい積み重ねていくと、その地域で使える電気が地元でできるんです。これが電気の地産地消です。電気の一番効率のいい使い方は、起こしたところ、つまり作ったところで使うのが一番無駄がない。電気は遠くへ送れば送るほど無駄が多いんですよ。だから福島から東京へ来るよりも、東京とか神奈川で作っちゃえばいいんです。柏崎から東京まで送る必要ないんです。神奈川で作ればいいんです。今そういう動きが神奈川でもどんどん起こってきています。皆さん、今が本当に自然エネルギー、再生エネルギーに切り替える大きな大きな分かれ目に来ています。政府もなかなか原発やめるとは言わないけれども、もうそろそろ心の中ではですよ、原発やめた方がいいな、そう思い始めてると私は思っています。今がチャンスです。ゴミがたくさん出る、核のゴミが出る、一度事故を起こすと大変なことになる。そんな原発はいりません。なくても大丈夫です。ぜひ私たちの暮らしを変えましょう。そして私たちの子供たちに安心して暮らせる、そんな日本を作っていかなければいけないと思っています。今回の選挙、原発だけじゃない。おしどり眞子さん来てますよ。皆さん、おしどり眞子さんこちらにいます。今マイクを持っている私、真山雄一の隣にいる白いタスキをかけているのがおしどり眞子です。おしどり眞子さん、今日は桜木町駅前お邪魔をしております。ぜひ激励をしていただきたいと思います。今回の選挙、たくさん課題あります。消費税の問題もある、それから年金の問題も今それぞれの候補が取り上げています。憲法の問題もあります。たくさんある。でもおしどり眞子国会議員になったら、原発問題スペシャリスト専門家として、なんとか原発のない社会を作っていく。おしどり眞子に作ってもらいましょう、原発のない社会を。ありがとうございます。そのためにもぜひご支援をお願いしたいと思います。ただ一つだけ皆さんにお願いしたい、ご通行中の皆さんにお願いしたい、おしどり眞子全国比例です。参議院選挙投票用紙が2つあります。2枚あるから難しいんです。1枚目は簡単、1枚目は選挙のボードを見て神奈川の候補者から選んでください。2枚目、何を書くか、おしどり眞子って書きたいんだけど、おしどり眞子ってどこにも書いてねえじゃないか、多分そんなことを思われると思います。投票所行ってもおしどり眞子探しても影も形もありません。小さな字で張り紙がしてあるだけです。そんなの探すよりも、どうか皆さん投票所へ行ったら、1枚目はボードの中から支援する候補者を選んでください。2枚目の投票用紙にはもうおしどり眞子こう書いてください。政党名書くよりもとかいろんなこと言われてますけども、そんなことよりもひらがなでおしどり、そしてなんだっけ、カタカナで眞子、ね、おしどり眞子、漢字使わないから簡単ですよ、おしどり眞子、ぜひ書いていただきたい。これで
おしどり眞子さんに1票が入ります。全国比例は難しくない、もう決めていけばいいです。おしどり眞子さん決めていきましょう。今回の選挙、与野党なんとか逆転したい、与党の3分の2を破りたい、これ3分の2破らないと本当に安倍さんは憲法改正やりだしかねない、これを止めたい。そして国会の審議もとにかく乱暴で、私たちが審議拒否をしてるんじゃなくて、与党が強行採決をどんどんしてる。だから止めるためには審議をストップさせるということだって必要、立ち止まって考えるということをしない安倍政権、もう突っ走るだけです。だからそれを止めるためにも私たち野党の勢力をぜひ増やしたい、数を増やしたい。政治を変える、それは私たち野党だけではどうしようもなりません。ぜひ皆さんの力を貸してください。そして今度こそ与党を抑えて新しい野党のやり方を国会の中で確立していきたいと思います。その先頭にまず おしどり眞子、よく間違えるんですよね、おしどり眞子さんね、服部眞子って言ってわははっていう人はその人を知ってるんですよね、年がちょっと分かっちゃうけれどもね、おしどり眞子さん、おしどり眞子さんもぜひご支援をしていただいて、そして私たちと一緒に野党の暮らし、新しい政治をぜひ皆さんと一緒に作っていきたい、それをお願いいたしまして、私からのこの桜木町駅前での挨拶にさせていただきます。服部真子って言ったけれども、本当はおしどり真子ね、おしどり真子、こういうふうに言うと皆さんに覚えてもらえるんじゃないかなと思ってちょっとやってみましたけれども、おしどり真子です。ぜひ皆さんと一緒に日本を変えましょう、原発止めましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。前山先生ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。おしどり眞子と申します。おしどり眞子です。全国比例で参議院議員選挙に立憲民主党から立候補しました。おしどり眞子と申します。全国比例です。どうぞよろしくお願いします。おしどり眞子です。ありがとうございます。芸人ですが、原発事故の取材を8年続け、今年選挙に全国比例で挑戦しました。おしどり眞子です。今日はこちらに福島から原発事故の後神奈川に避難してこられた方々、そして今も裁判を続けていらっしゃる方々が来てくださってます。ありがとうございます。ありがとうございます。後で団長マイク回すんで覚悟してくださいね。おしどり眞子と申します。取材を続けていて悔しいのは、原発事故は全然終わってないのに、今もずっと続いているのに、裁判もたくさん続いていて、国や東京電力の責任がたくさん認められているのに、けど世間の関心が薄れて、そして何も政治が動かないことが私は悔しいです。水俣病とかアスベストとかその他のいろんな公害の裁判も取材するようになって、原発事故は初めて起こったひどいことですけど、でも歴史を振り返ると、被害を受けた方々が諦めて死に絶えて誰も関心がなくなるまで待たれているように私は感じます。この8年そういうことばかり見ました。今ならまだ8年なので、今できることをできる限りやりたいんです。ありがとうございます。おしどり眞子と申します。おしどり眞子です。原発事故があってまだ汚染地域は広がっていて、そして避難されている方々もいらして、でその後震度7の地震が全国で各地で発生しているのに、古い原発がどんどん再稼働していきます。私はもう一度自分が生きているうちに2回目の原発事故が日本で起きるのではないかと思います。
2回目の原発事故が起こったら、それは私たちの責任です。誰が賢い人、知恵のある人、力のある人、誰かが何とかして止めてくれるのではなくて、私たちがそれおかしいよねって言ってもう絶対に止めないといけないんだと思います。本当は1回目の原発事故も起こしたくはなかったです。でも私自身がサボっていたので、誰か任せにしていたので、ひどい状況になったと思います。皆さん、2回目の原発事故は絶対起こしたくないですよね。本当にそれは私たちが頑張って止めましょう。本当に誰か任せにするんじゃなくて。押し取り真子と申します。押し取り真子です。名前は時々言うのを忘れていました。押し取り真子と申します。全国比例で参議院議員選挙に立憲民主党から立候補しました。押し取り真子と申します。押し取り真子です。村田団長、ようよいいですかすごく早いですか。もう回しちゃおうか。押し取り真子と申します。それでは取材を続けている中で、ソウルメイトみたいに仲良くしてくださる神奈川の訴訟の村田団長、よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さん、押し取り真子さんです。押し取り真子さんです。比例全国区脱原発のジャンヌダルク、押し取り真子さんです。皆さん、押し取り真子さんに一票よろしくお願いします。ありがとうございます。私は福島第一原発の事故で強制避難を強いられて、この神奈川に避難して8年になります。国も東京電力もあれだけの被害を起こした事故に対して、いまだ何ら反省の姿を示しておりません。今私たち全国に、3万人4万人という人々が福島からふるさとを追われて全国で避難生活を送っています。私たちは、このような苦しみをですね、もう二度と他の人に味わってほしくない、そういうつもりで今全国で、裁判に訴えて、この事故の原因をはっきりさせて、責任をはっきりさせて、そしてこの今や時代遅れになった原発からさよならしようということのために、私たち、今苦しい中で、頑張っております。そういう私たちをですね、最初から本当に親身になって支えてくれたのが押し取り真子さんです。皆さん、押し取り真子さんです。よろしくお願いします。押し取りさんはですね、日本だけではありません。毎年ドイツに行って、ドイツの中学生高校生と、討論をして、なぜ、原発、日本はまだ原発に、頼っているのかということを、問い詰められているというお話をいつもされています。私たちも正気に帰りましょう。そのために、本当の意味で原発を知っている、原発事故を知っている押し取り真子さんを国会に送り出さなければならないと思っています。皆さん、押し取り真子さんです。ぜひぜひ皆さんの一票、私を今先ほどかみさんと二人で朝日区役所に行って、お伝えした投票をしてまいりました。全国区赤い札には押し取り真子と書いて2票を入れてきました皆さんもぜひ、お隣の方、ご家族の方、皆さんに押し取り真子さん、全国区は押し取り真子と、書くように今からでも、ぜひ声をかけていただきたいと思います。全国区の押し取り真子さんです。よろしくお願いいたします。ぜひ皆さん、何としても押し取りさんを国会に送りましょう。よろしくお願いします。押し取り真子です。ありがとうございました。ありがとうございました。福かな訴訟の村田団長の真子ちゃんへの激励のメッセージでした。ありがとうございました。7月21日投開票の参議院議員選挙、全国比例で立憲民主党から立候補しました押し取り真子が挨拶に来ております。
ただいま、まこちゃんは皆様の中に混ざって皆様にご挨拶して回っております。どうぞまこちゃんに話しかけてあげてください。まこちゃんは皆さんとお話しするのも大好きです。ありがとうございます。脱原発の候補者、おしどりまこ、おしどりまこです。参議院選挙、全国比例で立候補しましたおしどりまこ。ぜひこの機会にまこちゃんと写真をツーショットとかいろんな写真を撮っていただいて、まこちゃんのことを SNS に上げてまこちゃんを広めてください。おしどりまこ、おしどりまこのことをたくさんの人に知っていただきたいです。期日前投票も始まっております。もう日本中どこからでもおしどりまこと書いて投票できます。全国比例は政党名でなくおしどりまこと個人名を書いて投票していただくことをお願いいたします。おしどりまこ、おしどりまこです。ひらがなでおしどり、カタカナでまこ、おしどりまこと2枚目の白い投票用紙にはおしどりまこと、どうぞよろしくお願いいたします。おしどりまこが今日ご挨拶に参っております。7月21日投開票の参議院議員選挙、7月21日投開票ですけども、期日前投票もずっともうやってますんでね、どうぞどうぞ皆様いいタイミングで投票に行ってください。それではおしどりまこ第3部よろしくお願いします。ありがとうございます。皆さんこんにちは、おしどりまこと申します。おしどりまこです。ありがとうございます。芸人ですが、原発事故の取材を8年続け、今年全国比例で選挙に挑戦します。おしどりまこと申します。おしどりまこです。原発の話だけをして、原発事故のことだけを言って選挙に挑戦するのはとても不利だと言われます。よく言われます。もっと生活に身近な奨学金や年金や消費税や介護の問題やいろいろもっと生活に近いことを言った方が票につながるよと、そういうアドバイスもいただきます。どれも大切な問題で、本当に私もそのことに関していっぱいやりたいこと、考えていることあるんですけど、でも自分の生活に身近なことを言う議員にしか票が入らなければ、少ない人数の方々が困っている問題とか、遠くの誰かが踏みにじられている問題とか、日本で選挙権のない方が踏みにじられている問題とかはいつまでたっても解決しないと思うんです。なのでとても難しいことなんですけど、原発の話だけをして遠くの誰かが、いやでも電気はみんな使ってるからみんなの問題なんですけど、遠くの誰かが踏みにじられている問題に対して、どれだけたくさんの世の中の人がそれおかしいよねって、直接私が関係ある話でも儲かる話でも得になる話でもないけど、でもこの問題おかしいよね、なんとかしないとねって声を上げて立ち上がる人がたくさんいる世の中の方が絶対居心地のいい世の中だと思うので、難しいことですが、原発の話だけをして原発事故のことだけを言って選挙に挑戦しています。おしどりまこと申します。おしどりまこです。全国比例で参議院議員選挙に出ています。おしどりまこです。でも暮らしに近い問題を言わないかもしれませんが、自分に関係なくてもおかしい問題に関して声を上げて動く人が多ければ、そうしたら世の中のたくさんあるいろんな問題は自分関係なくてもおかしいよねっていう人が多ければ、どんどんより早く解決の構造に向かっていくんだと思います。原発の問題は情報が出てこなくって、いつの間にか何もかも勝手に決められていて、選択肢を与えられなくって、企業だけ何かだけがお金を儲かるようになっていって、原発の問題ですか、でもそれはいろんなところで同じような構造の問題があるんです。で、遠くの誰かが誰も踏みにじられないようにするということ、そして未来の誰かも、原発の取材をしていて東京電力や原子力規制庁の人に聞き回ってみました。福島第一原発が一体どうなったらどれくらい先に一旦のゴールに向かうんですかと聞いてみました。そしたら、あ、公式見解を得れないから個人的な考えを教えてくださいって聞きまくると、ほとんどの方が50年後から70年後に
一旦のゴールに向かったらそれは早い方だと言うんです。50年から70年後私は生きていないと思います。そう答えてくださった東電や規制庁の方々も生きていないと思います。遠くの誰かが踏みにじられている問題と70年後や100年後の誰かに問題を押し付けるということは同じことだと思うので、今生きている私たちが今自分に直接儲かる話、得になる話じゃないかもしれませんけど、おかしいことに関してはみんなで声を上げて動いていく、そういう世の中を作りたいと思います。おしとりまこと申します。おしとりまこです。ありがとう。全国比例で参議院議員選挙に立候補しています。おしとりまこです。おしとりまこと申します。さっき通りすがりの方が NNN ドキュメントで見ましたと言ってくださいました。一昨年でしたかね、おしどりを日本テレビのドキュメントのチームが追ってくださいました。おしどりまこと申します。おしどりまこです。そのドキュメンタリーを作るだけでも大変で、なぜかというと当時所属していた吉本がとても嫌がったんです。吉本の芸人が原発に関わるだけでも嫌なのに、そんなテレビで名前が出るのは嫌だと。で、当時ドキュメンタリーの NNN ドキュメントのチームが吉本にせっせと通って説得をしてくれたのですが、その説得が大丈夫です、 NNN ドキュメントは日曜の深夜なので誰も見てませんって言ったんです。そしたら吉本は、あ、誰も見てないからいいかという OK サインが出ました。そういう形でいろんなことがあって8年ずっと取材を続けています。原発のことは賛成か反対かというより触れてはダメなのだと、タブーなのだと、議論すらダメなのかと、そういうことを感じます。取材しているだけなのにいろいろ圧力や仕事がなくなったりするんです。おしとりまこと申します。おしとりまこです。大切なのは私たちが考えて話し合うことだと思います。めんどくさいんですけど、でも誰か任せにせず自分たちで考えるということ。おしとりまこと申します。おしとりまこです。誰か任せにせず誰も自己責任の荒野に掘り出さない世の中を作りたいと思います。おしとりまこと申します。おしとりまこです。全国比例で選挙に、参議院選挙に出てます。おしとりまこです。さっきいろいろご挨拶をしていたら、福島の農民連のこと続けてくださいって言われました。農家の方々の取材をずっと続けていて、農家の方々が自分たちの被爆はどこが責任を取ってくれるんですかと今もずっと交渉を続けてらっしゃいます。農家の方々の被爆は省庁からは政府交渉のために自己責任だと言われています。自分たちで工夫して被爆を、追加被爆を下げてくださいと。会社に雇われている労働者の方なら電離放射線障害防止規則という法律で守られるのですが、それは雇用されている労働者を守る法律なので、自営業であれば被爆は自己責任ですと言われるんです。自己責任という言葉がすごく腹が立ちます。自己責任はどんな問題でもそう思うんですけど、自己責任は政治の失敗を個人に押し付けてるんだと思います。本当にどの問題でも自己責任という言葉をなくすために政治があるんだと思います。おしとりまこと申します。おしとりまこです。おしとりまこです。芸人ですが、原発事故の取材を8年続け、今年全国比例で参議院議員選挙に立候補しました。おしとりまこです。おしとりまこです。誰か任せにせず誰も自己責任の荒野に掘り出さない世の中を作る、誰か任せにしてはダメだと思うんです。原発事故の取材をしていて、さっき神奈川の訴訟の村田団長が来てくださいましたけど、福島の訴訟の中島団長という方を取材していた時、若い記者さんが取材してくれてありがとう、いい記事書いてねって言ってくださったんで、私正直に言おうと思って、あ、団長すいません、実は私芸人なんですって言ったんです。そしたら福島の訴訟の中島団長は、
そうなの？俺今日原告団長だけど本当は魚屋っておっしゃって福島の相馬市というところの魚屋さんでした。原発事故があるまで魚の切り方のことしか考えてなかった、バカだったとおっしゃって、私は事故があるまで漫才の台本のことしか考えてませんでした、アホでしたと言いました。自分が住んでいる社会のことはどんな仕事でもどんな職業でもちゃんと自分で考えて声を上げて動かねばと、そう反省しました。誰か任せにせず、押取真子と申します。押取真子です。芸人ですが、原発事故の取材を8年続け、今年全国比例で参議院議員選挙に立候補しました、押取真子です。押取真子と申します。7月21日投開票の参議院議員選挙、全国比例で立憲民主党から立候補しました、押取真子です。脱原発の候補者です。押取真子が今日ご挨拶に参りました。真子ちゃんとぜひこの機会に写真を撮って SNS などアップして、押取真子のことをどん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 広げてください。押取真子です。そして期日前投票はもう始まってますんで、どん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 押取真子と書いて投票していただけるととっても嬉しいです。押取真子2枚目の投票用紙にはひらがなで押取、カタカナで真子、押取真子と書いて投票していただけますようお願いいたします。押取真子です。全国比例で立憲民主党から立候補しております、押取真子です。全国、はい、入りましょう、はい、すいません、事務局からお願いがあります。選対の事務局の代表やってますよ、横川と申します。押取真子の選挙は全国比例の選挙です。先ほどから真山さんも本人も説明している通り、全国比例というと政党名を書くように、促されてます。投票所に行くとですね、目の前に政党名が書いてあって、政党名で投票してくださいと書いてあります。ところがですね、全国比例の場合、名簿に関して順位が決まってません。名前を書いてもらった数、得票数で順位が決まります。なんで、今立憲民主党から22名立候補してるんですが、その中の10人が取るのか15人が取るのかわからないですけども、その順位の中に、当選する人数の順位の中に入ってないと通らないという選挙になってます。なので、各候補者の皆さん、みんな自分の名前を書いてくださいという選挙を続けてます。なのでですね、であと押取真子というのはですね、全国比例で出てるんですが、全国比例というのは各地に、なんていうんですかね、組織があって県連の皆さんと接続してやっていくものなんですが、先ほどからこれも真山さんも押取本人も言っている通り、脱原発、特に原発ゼロを掲げると、各地で問題が起きます。今日も福島の方から来るなっていう電話がかかってきたりとか、もともと何件かは県連さんから、すいません押取さんは来ないでくださいみたいな電話かかってくるんで、電話かかってきたところには全部行ってるんですけど、電話かかってくると行くとそれは逆効果だろうって思ってるんですけど、でもそのぐらい組織がないんで、まんべんなく約90日から100日ぐらい僕ら全国を回ってきました。で半径5メートルで、広げていくっていう、まあ身近なところから広げていくっていうのをお願いしてるんですが、それ難しいのはよくわかります。僕ちょうどここから500メートル圏内に妹が仕事をしてます。でもその妹の本名も、妹がどこで働いてるのかもここでは言えません。なぜなら家族に迷惑がかかるからだと思うんですけども、でもその家族、あとですね、僕ここのみなとみらいというところの4割ぐらいの電気のケーブルを引き込んだ会社が親父の会社でして、横川工務店という会社なんで、横浜には知り合いも多いんですけども、もちろん全部ほぼ 99% 自民党支持なんで、その人たちにお願いに上がってもなかなかこっちに振り向いてくれる人は少ないんですが、それでも1人2人とこの8年間原発はやめた方がいいよっていうのを、なんと東電の孫受けの人たちに言って歩いてですね、心の中ではみんな脱原発に傾いてくれてると思うんで、多分投票の時には今回は押取真子って書いてくれると思ってます。で、まあ、特に僕の家族もみんないてですね、一番下の息子以外は投票権があるんで、選挙権があるんで、みんな押取真子って書いてくれると思うんで、
少なく見積もってもおふくろは裏切るかもしれないけど、それ以外はあの4票は取れてるなって感じがするんで、皆さんも半径5メートルでって言ってもちょっと半径5メートルをずらしてですね、票の取れそうな人のところに行って、あの何十票も取らなくていいです。1人1票本当に1人1票増やしていただけると、まあこの当落戦場と言われているおしどりまこの順位がちょっと上がるんじゃないかなと思ってます。であまりにもおしどりまこ分かんないから嫌だっていう人は、僕はあの須藤元気知ってるって言って、須藤元気君は大体知ってるんで、あのじゃあ須藤元気でもいいやって言って、あの日経全体の票を盛り上げることとかもしたりしてるんで、あの手この手を使ってですね、ちょっとでもおしどりまこが受かるような5日間を過ごしたいと思います。あのそういうことで仙台からはそういうふざけてないです、大真面目にあのお願いしてます。よろしくお願いします。7月21日投開票の参議院議員選挙、全国比例で立憲民主党から立候補しましたおしどりまこが今あの皆様の中をご挨拶して回ってます。どうぞどうぞあの一緒に写真を撮ったり話しかけてみたりしてみてください。おしどりまこちゃんは皆さんとお話しするの本当に大好きです。いろいろ皆さんの話を聞いて、あの興味持ったこととかすぐにね調べて、本当にまこちゃんはあの調べるのも好きで、調べるっていうのは本当にあの適当に調べるんじゃなくて、いくつも同じようなテーマでいくつもの媒体を当たってみたりとか、もうなんかまこちゃんはあのとことんとことん調べて、さっき真山先生がおっしゃってたようなあの一次情報に当たると、そういうネタ元に当たる、そういうことをまこちゃんはあの徹底してやっております。僕もまこちゃんと出会った時は、僕の出会った時の今までの女性関係とかそういうものをまこちゃんは僕の一次情報に当たってね、ほりはほり聞かれた、そういうことも記憶しております。本当に情報を集めるのが得意で大好きなまこちゃん、そんなまこちゃんがこの7月の参議院議員選挙、全国比例で立憲民主党から立候補しましたおしどりまこです。脱原発の候補者です。おしどりまこ、期日前投票も始まっております。どうぞ投票用紙には政党名ではなくおしどりまこと候補者名を書いて投票していただけるようどうぞよろしくお願いします。おしどりまこです。おしどりまこ、どうぞよろしくお願いいたします。はい、皆さんどうもありがとうございました。もう少し時間があるようなので、もう一回私の方からも、訴えをさせていただきたいなと思っております。桜木町駅前の皆さん、こんにちは。こちらはおしどりまこでございます。今日は原発をやめよう、おしどりまこさんが今日はこの桜木町駅前広場に来ております。選挙戦ももうあと4日ですので、多分もうここの桜木町駅前では最後になると思います。白いタスキをしております。赤い字でおしどりまこと書いてあります。本人が皆さんにご挨拶をしておりますので、ぜひ激励をしていただきたいというふうに思います。反原発を言うとちっとも票にならないという話も出ました。その通りだと思います。今回やはり問題は経済問題、特に年金の問題とか、賃金の問題、こうしたことが各候補者から話をされています。しかしおしどりまこさんはもうこの反原発、これ一本でこれまで選挙戦を戦ってきました。やっぱり今それだけ原発をなくす本当にいいチャンスだというふうに思っています。皆さんもご存知のように小泉元総理大臣、小泉さんも言ってますね、現職の総理大臣の時は原発を推進する、進める、そういう立場の政治をやってきた。でもあの事故があって、そしていろいろ話を聞いたら原発が安全なんていうのは嘘っぱちだったというのが分かった。だから今原発反対だ、そう言ってるんです。実は何を隠そう、私もメディアで働いていた時は原子力の平和利用、これはいいことだ、絶対に人類の未来にとって原発は必要じゃないか、そんなことを思ったこともありました。でもやはりあのチェルノブイリの事故、そしてアメリカスリーマイルアイランドの事故、そして福島の事故、こうしたものを経験してきて、
やっぱり原発はひとたび事故を起こしたら大変なことになる。だってそうでしょう。皆さん、電気を起こすにはいろんな方法あります。火力発電というのもあります。水力発電というのもあります。そして今再生可能エネルギー、自然エネルギーも電気を起こしています。事故を起こしたら人の命に関わるような大きな事故になる発電所ありますか？やっぱり原発は桁違いに危険です。私はいろんな発電所見学に行ったことがあります。水力発電所、火力発電所、そして原発も見ました。でもやっぱりですね、どこの発電所だって電気を起こしているタービンのすぐ近くまで行って、ここで電気を起こしてるんですよという説明を聞きます。ちゃんと見学コースがあるんです。誰でも電気がどうやってできるかを見ることができる。子どもたちだって社会科の勉強で発電所、例えばここからだったら一番近い臨海工業地帯、火力発電所があります。見学に行きます。危険がありますか？そんなことを考えずに発電所の見学は子どもたちできます。でも原発見学できますか？できません。原発は危ないから。見学ができるどころか、むしろ原発行かれたことがあれば分かりかもしれませんけれども、とにかく大きな門があって、鉄の柵があって、中に入れないようになってる。そして玄関にはガードマンがいて厳しい警戒をしている。中へ入ったってまたそこでチェックを受ける。そしてひとたび原発事故があったからいけないっていうんで、さまざまな消防自動車とか、あるいはひとたび事故が起こったらそれに対応するいろんなものが必要になる。それだけ安全対策を今しなきゃ原発動かさない、そう言ってるけれども、それで安心して動かすことができるか。私はもう一つ危険なことがあると思うのは、やっぱり今の世界情勢見てください。原発はテロの対象になるかもしれません。一発何か飛んできて原発が壊されたらもう本当に大変なことになります。で、これを防ぐ方法はあるでしょうか？ありません。今ありません。原発がテロにあったらおそらく大変なことになります。そんなものをこの先も続けていく、そんなことは絶対にしなくてはしてはいけないことだと私は思います。星取真子さん、今日はこちら桜木町駅前お邪魔しております。そして今やっと到着してくれました。私たち時間をつないで今来ました。やはり星取真子さんを応援している私の同僚、立憲民主党のこの横浜の地元の衆議院議員、篠原豪が到着しましたので、篠原衆議院議員からも一言、おしどりまこさんへの激励をいただきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。皆様、こんにちは。地元の神奈川一区で衆議院議員をやらせていただいております、立憲民主党の政調副会長をやらせていただいております、篠原豪と申します。おしどり真子さん、あともう数日ですから走り切ってですね、この国の将来を変えていく。参議院は良識の府であります。いろんな専門性を持った方々がやはりきちっとこれから良識を持ってこの国をどうしていくのか、こういったことを発信していっていただきたいと考えております。おしどり真子さんは原発について、これはもうやめなければいけない、もはや世界中を見ても本当にさまざまな理由で原発から自然エネルギーへと転換をしていくと
ということになっている。その波に日本が乗り遅れてしまえば、これはもちろん暮らしている方々のいろいろな立場もあるでしょうけれども、長い目で見てこの日本が本当にエネルギー政策として、またエネルギー政策というのは経済に直結をいたします。皆様ご存知かもしれませんが、オバマ政権になってこのアメリカも大きく自然エネルギーへと転換していこうと、そういった話になりました。民主党政権の時にも自然エネルギーを上げていく、そういった工程をどん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 前倒しでやらなければいけない、こういうふうにやってきたということであります。そして福島のとても残念なこの地震と、それの結果原発の事故が起きてしまい、そしてその後に我が国が本当にやるべきは、21世紀の残りの時代を、地球温暖化の問題もある、リスクも大きいことが分かった、そういった中で日本も多くの技術が本当にですね、太陽光パネルから2000、まあもう本当に9年ぐらいの時には多くの日本の会社が自然エネルギーのいろんな部材、超電導電線とかですね、アプリケーションの問題、ネットワークの問題、蓄電池、いろんなところが日本の会社が世界にトップを走るような技術を持っていたんです。こういった企業が政府の後押しで本当に自然エネルギーにこの国が頑張って、経済政策も含めてそれをまとめることが、海外に行って輸出をし、そして多くの方々の雇用を生み、まして中国であるとかアフリカであるとか、そういったところは大きな電線網を引くというのは当時大変だった。でもエネルギーが必要だし、これから発展していく、そういった時に自立分散型のコストの低いこの自然エネルギーをやっていくことさえできれば、これが日本の経済成長にもつながるはずだった。しかしその道を、私は安倍政権になって日本の世界外に対する本当にプレゼンス、経済を成長させていく、そのことをスピードを落としてしまい、残念ながら今日本は経済もなかなか厳しい、こういったことにつながってるんじゃないかと大げさでなく考えています。皆さんご承知かもしれませんが、ヨーロッパではスマートメーターも含め、もうずっとですね、2000年代に入ってすぐいろんな国でいろんな場所で自然エネルギーをうまく使っていこうというふうに転換をしてきています。これは理由がありまして、例えばロシアからパイプラインを引いている、しかしまあイデオロギーが違ったりですね、立場が違う、そういった時にまさにそのリスクとして、そのリスクを回避する地政学的な問題があって、まあそれで変えていった。これはそれができたのは政治の力なんです。我が国もこういったことを考えて、まして島国であります。どうやって資源のないこの国を技術力を持ってやっていくのか、こういったことを考えたときに、今こそ国会でそういった議論ができる、そういった議員を誕生させることが大切じゃない、なんじゃないかなと考えております。その時にぜひ皆さん、参議院議員選挙2枚目の投票用紙です。先ほどからですね、きっと2枚目の投票用紙ですよ、2枚目の投票用紙におしどりまこと書いてください。もちろん立憲民主党からはいろんな候補者が出てますが、今日この場所でおしどりまこさんが、まあ、私の仕事をさせていただいている選挙区に来てくれました。ぜひ力を合わせてですね、戦っていきたいと思います。ですので皆様方には2枚目の投票用紙には、おしどりまこ、おしどりまこと書いていただきますよう、私篠原豪からもお願いを申し上げまして、一言のご挨拶とさせていただきます。
どうもありがとうございました。おしどりまこさん頑張りましょう。篠原浩先生ありがとうございます。普段からもうとっても精力的に動いてらっしゃる先生に応援していただけるのは本当に感謝ですね。最後に、はい、ありがとうございました。はい、はい、やりますか。はい、最後に、はい、やりますか。はい、最後にアコーディオンを弾いて終わりたいと思います。はい、おしどりまこと申します。おしどりまこです。芸人ですが、原発事故の取材を8年続け、今年全国比例で参議院議員選挙に立憲民主党から挑戦します。おしどりまこです。おしどりまこです。どうぞよろしくお願いします。最後に、ちょっと人間マイクスタンドの方いいですか。あ、ケンちゃんも、ケンちゃん前に来てる。あ、松下さん、ちょっと この辺りちょっと、ケーキサイフォルでいい。人生はまるでサーカス、楽しいことがいっぱい、時にはピエロ、生活は綱渡り、ケセラセラなるようになるわ、先のことなどわからない、ケセラセラ、ケセラ。そして日本がこの先羽ばたきますように。そしてまこちゃんが北西に羽ばたきますように。ありがとうございました。おしどりまこです。おしどりまこです。全国比例で今年参議院議員選挙に挑戦します。おしどりまこです。ありがとうございました。ありがとうございます。大変お騒がせしました。この後は19時から横浜の、横浜駅の相鉄口の方でもう一度会見をやらせていただきたいと思います。よろしくお願いします。では失礼します。